おそすちはやです。マリオメーカーやってきます。よろしくお願いします。2017年12月31日、一番最後の投稿もマリオメーカーになりそうですね。よろしくお願いします。ということで、最後の最後に500秒スピードラン参りましょう。本当だね。信じるからね。初心者とか安心とか書いてるけど、頼むよ。お願いしますよ、本当に。これで激ムズとかだったら今日投稿できないからね。お願いしますよ、本当にね。お願いしますよ。まずは三段ジャンプからですね。まずここまでは大丈夫そう。ポーン。ん？いきなり最初からわかんないんだけど。ちょ、ま、待って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 。あ、ちょっとしかもコントローラーは。一旦これ、あ、こう上行って、帰ってきてーのだな、これ。だねだねだね。オッケー。で、ちょっと一旦ストップ。申し訳ない。アマレゴ TV がちょっとラグってました。あー、スタートからやり直せにしちゃった。よかった、最初の方で。これ中盤でこれやってたらマジで下ネタもんだからね。あぶねー。これパン持ってけってことですね、多分ね。いやー、多分違ったんだな。まあ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 。結果オーライよ。あ、よく見たら Z って書いてあるんですね。わかんなかった、背景で。オッケー、蹴っ飛ばして。あと477秒も走んなきゃいけないのかよ。やだな。絶対どっかでミスるかな。いや、これ初心者には厳しいって、今のギミック。厳しいでしょう、絶対。Z ね、OK。怪しいな、この辺も。これ本当に大丈夫かよ。また三段ジャンプ。OK。あ、なるほどね。ここは時間稼ぎに行きましたね。よかった。これは死なないギミックだから。死なないギミックは助かるわ。これで問題なんですけど、500秒のどれほど時間が余るかってとこなんですよね。問題はそこなんですよね。正確にはどれだけミスっていいかなんですけど、大丈夫かな。はい、ドア入って、これは上なのね。 OK。 はい、こうやって、これは大丈夫。三段ジャンプしっかりと画面見ていきますよ。蹴ってほしい。オッケーオッケーオッケー。これは多分大丈夫だな。これも、あ、ここ三段ジャンプだったんだ。積み、一回積みが入りましたね。コインせっかくなんで取りましょう。オッケー。トントントン踏んで、あ、なるほど、面白い今の。うわわわわわわ、うわわわわわわわ、一番上から行きたかったな。さあ、やり直し。さあ、ループしますよ。皆さん、12月31日。いやー、この1年間どうでしたか？楽しかったですか？激動の1年だったな、自分は。正確に、やべー、激動の2、いやー、持ってくんじゃねーか、やっぱりさあ、2周目参りましょう。持ってくんだったね、やっぱね。持ってくでよかったんだ。で、しかもここは Z を押しといて、ここで投げるわね。OK。よし、じゃあ行きますか。2017年もお疲れ様でございました。激動の1年間だったな、ほんとな。あ、これいろいろ危ない。あれは持たない方が良さそうだな。来年は、来年はさ、まあ、両メーカーだけじゃなくて、いろんなゲームに参加していきたいなーって思ってるんだよね。やべ、ミスってる。ミスってるよー。大丈夫、オッケー。まあ、最近、オデッセイやったりとか、三国無双やったりとか、いろんなゲームやってますけど、そんな感じでやっていけたらなと思うんですよね、このチャンネルはね。でもなんだかんだ、また一つの作品で来たって、これ楽しいってなったら、やり続けるんだろうな。マリオメーカーも未だにやってて楽しいからね。未だに楽しいからね。ビビるよね、ほんとね。いや、マリオメーカーには感謝だな。感謝ですね、ほんとね。マリオメーカーなかったら、やってなかったら、こんなに見てもらえてないし、今コメントくれてる方々もね、きっとコメントしてないと思うしね、自分のチャンネル来てないと思うんで、ほんとこのマリオメーカーっていうタイトルにね、感謝ですね。まあ、マリオメーカーやってなかったら別のタイトルでこう、また別の人とお会いしてることももちろんあったと思うけど、これ P 踏まなくて大丈夫か？やべ。やべ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 、何をやってんのかな？やべやべやべ。おっと。おっと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 。おっとっと。これ大丈夫なのかな？一回何秒だろう？304秒覚えとこうね。
ワンチャンスタートからやり直す押さないと、本当にロスするから。パウは持ってかなきゃいけないから、いきなりドアに入ることはできませんね。オッケー。三国無双8が出るんだよね。オープンワールドらしいんですよ。で、モンハンワールドもオープンワールドらしいんですよね。これも気になるところなんだよな。なんか、モンハンはそんなにって感じするんだよね。ベータ版プレイしてみたけど。あれ、みんなでやらないと面白くないと思うから。どうかな。まあ、ノラで一人で入って勝手に実況取るのも悪くはないか。それよりなんかちゃんと企画立ててやった方が楽しそうかな、ワールドはね。三国無双の裏で楽しむかな。で、ちょこちょこ動画にするって感じになりそうかな。あともう一個気になってるのは、ソードアートオンラインの新作が出るっぽいんで、それも遊んでみたい。遊んでみたいと思います。一番楽しみにしてるのは、やっぱり任天堂スイッチのタイトルかな。まあでもなんか、パッと見た感じ、まだそんなに先のタイトル出てないからあれですけど、これっていうのは出てないんですよね。早く任天堂スイッチ版マリオメーカー出てほしいんだよな。出したら売れるじゃん、間違いなく。あとはネタ次第なのかな。スキンがさ、この4種以外にないんですよね。多分そこなんでしょうね。で、地上とかはさ、もうあるじゃん。地上だ、クッパ城だ、お化け屋敷だ。213秒、304。およそ100秒ぐらいで。ということは、まあ、まあ、まだなんとかなるのかな。これラストのその、あぶねえ、強引にくるんで乗りに行く。あぶねえ。この辺で死ぬわけにはいかないんだよ。あー、しまった。いや、いい。被ればいいんだ。あぶねえ。スイッチ版のマリオメーカー出てほしいよね。絶対ここの街にしてる人多いと思うし。これ、いや、変な話、結構下水話ですけど、マリオメーカーでこんだけ YouTube で盛り上がって YouTuber っていうこう新しいゲームの枠で出てきた人たち多いじゃないですか。そこら辺見てるはずなんで、新作来たらかなりやると思うんですよね、YouTube で。そういった意味でもゲーム盛り上がるだろうし。絶対出たら売れるんだよなぁ。で、一ユーザーの意見なんてもちろんですけど、誰か任天堂スイッチじゃなくて任天堂で働いてるパパさんとかママさんとかいません？ご両親に聞いてよ開発してるのみたいな。ぜひ聞いてほしいけどね。でもそんな話あっても絶対言わないだろうし、リークされないだろうけど。いやー、やりたいよねー。絶対楽しいもんね。2015年に出たんだよね、9月にね。それでもまだやってるユーザー全然いるからね。まあどのゲームでもそうか。古いやつでもやってる人はいるか。この前トルネコの初代かなんかの何千回クリアしましたみたいなやつあったもんな、確か。3000回だっけ？ 5000 回だっけ？それこそ生まれる前に出るドラクエだからね。生まれた前に出てるドラクエの話だからね。すごいよね。そしたらもう、あ、やべ、またやってた。これよかった。毎回メットないか、毎回メット被ってない。ミスってるけど、これメット被ってなかったら、もう何回やり直してることか。さあ、100秒消えた。さあ、タイムが、時間が、音楽が、マリオを言葉が出てこない。タイムがマリオをせかしてきてますね。でも大丈夫。全然マリオ見ながらやってないから。いやいやいや、マリオ見ながらやってますよ。ほとんどもうマリオ見ないで、言葉の話すことに集中しちゃってたから、全然あれだけど。まあでも、やっぱなんとかなってますね。500秒といえど。3周目の頭ぐらいじゃない？辛かったの。クルンして強引に乗り越えたけど、大砲踏むやつ。これさ、鍵ドア入った後にさ、鍵ドア入った後に、まだ続くってなったらやり直しなんだけど、嫌な予感しますね。これもし、トゲメット持って、メット持っていくことができる設定になってたら、一つは投げて、
取ればいいんで短縮できますよ相当。あ、これ上あれじゃん。え、結構時間かかるんじゃない？今の距離感やばいかも。時間怪しいかもしれないっす、正直。怖え。だって土管あるんでしょ。30秒31秒、これ大丈夫か。29秒、土管入ってこれあと何アクション。いやー、ゴールあったー、よかったー。ウーマンワールドレボリューション参りましょう。ホールド横ワイだね、了解した。半自動かな、これは。どんな半自動見せてくれるんですかね。かなりサムネはこだわってるように見えましたが、いかがでしょうか。参りましょう。お、最初いきなりバグか。埋め込みバグからスタート。さあ、かぶって。クッパを連れてく。クッパが地になる。みんなボラギノール買ってあげて。うるせえ。うるせえぞ。あん、あん、あん、あん。いやー。オッケー、入れる、もう入れるよ。残り6秒。旅館も入った、残り6秒。中間取って、これ一回やり直しパターンだな、多分。うわここは一旦やり直し。あ、むしろこれあれだったのかな。パグ投げて。早いとこ行ける、行けってやっちゃった。めっちゃ1アップしてるけど、我々の人生も1アップできればいいんですけど。おー、バグー。気持ちいい。今のバグは気持ちいい。 Y だけだったけど B も押しちゃいました今。さあ、またここで中間取って、走れ。あー、早い早い。いい気持ちいい。あ、土管があったのか。鍵めっちゃあるけど、鍵全然使ってないけど、下とか押さなくていいんだけど。 OKOK、 続くよ。なんか静かになりましたね。これまたか。ゴールする。今日はスピランの日だね。4月の5日にいただきました。180秒スピードランですね。よろしくお願いします。これはお父さんのアカウントだな。で、息子さんが作ったみたいな。このツイッター送ってきてくれた方が作ったコースかな。サンダージャンプだ。危ねえ、いい反応。とにかく走らせますね。130秒なんで1回ミスるととんでもないことになりそうだけど、難易度は軽めの作りかな。てか、そうでないと困る。 OK、 スターだとね、めっちゃ集中してないと間に合わないんだよね。 OK、 スター切れたけど大丈夫。さあ、残り100秒と参りました。上はトゲじゃなくなった。三段ジャンプだ。いやー、ちげえ、ここじゃねえ。間抜けちゃったよ。1枚逃してたわ。この上のとこの三段ジャンプを多分やってなかったんだと思う。うん、多分これがね、画面外にあったから、多分そういうことだな。よしよし。そういえばメインチャンネルとサブチャンネルあるじゃないですか。自分サブチャンネルのことをサブチャンだと思ってなくてですね。サブも、まあ、サブは、いわゆるサブはメイン2みたいな感じで自分では考えてるんですよね。まあ、やるゲームを分けてるだけなんですけど、分けてるだけなんで。死ぬ、危ねえ。強引に調整した。たまにコメント欄でメインとサブ見分けつかなくねみたいなコメントありますけど、自分としてはメインとサブっていう考え方ではないんですよね、実はね。どっちも手は抜いてません的な。まあ、サブが手抜いてるってわけじゃないけどね、他のチャンネルのね方のやつですけど。ここが怖い。 OK、 走ってってキノコ取ってしゃがめ。あ、違うな、土管だな。今上入れそうだったな。YB 同時押しだとちょっと早くなんだよね。わー、けいれん連打したけど無理。指が、あー、厳しい。残り35秒。あー、厳しい。最後1個持ってけとか言わないよね。大丈夫そうだね。
走ってってしゃがみタンタンタン食らっていって残り30秒。まだゴールじゃなさそうだね。あーでもなんか間に合いそうな雰囲気ですね。オッケー、おっと気抜くのがちょっと早いぞ。でもまあ大丈夫でしょう。最後のパウのとこ考えて100秒でクリアできるのかな。パウのとこくっそ早くやればやる気はしません。はい、じゃあ次行きましょう。タスジャン練習用ミヤスコインのとこでメット。はい、なるほど。よしからの、よし来たー、よし。1年間お疲れ様でした。動画最後まで見てくれてありがとう。来年もよろしくお願いします。せーの、チャオー。